ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演、夜明けの光、浮き沈み、この世は乗車必須、されど花となり咲き乱る桜花ビーフィー。文化系トーク YouTube グランパンパースです。仕事前ですのでラジオ配信で失礼いたします。今回はダンクの話ですね。非常に感銘を受けました。いやこんな時代が来るとはね、いやマッチですごいことだなと思います。本編入る前にお願いがございまして、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。登録していただきますとモチベーションが上がりまして、たくさん動画を撮ろうという感じになりますので、ぜひお願いします。私も独自の路線で情報を共有しておりますので、登録してもらうとそれがスムースに見ることが可能となります。ぜひよろしくお願いいたします。はい、そして地上波放送版シャープ2ダンクという形で Hulu の方でね見ました。22分でしたが、まあ本音を言うとね1時間ぐらいやってほしいなっていうところもありますけど、まあおいおいとやっていくことになるんじゃないかなと思っております。はい、そしてまずねスカイハイが司会で出てきて、そうですね、ひとまず音楽番組っていう形よりは本当にまずはみんなで集まってワイワイ楽しい話をしようっていうことで、当然テレビの話だからテレビ局の中での話だと思うんですけど、セットとかのねこう金網がこうあって、で、まあ、ダンクのロゴの文字があって、でそこにみんなで集まってみたいな感じで、それこそこうストリートでみんなで集まっている感というのが感じられて、すごいエモいセットでしたね。はい、でダンクのですねパーカーを、まあ、いわゆる3種類動画にもさせてもらいましたが、白と黒とアッシュの3種類の色で、それぞれ出演者たちがみんな着ていたので、それを着ることでねこうなんていうか自分が着た時のものっていうのもイメージがしやすくなるかなっていうことで、私は一応ねアッシュのパーカーを買う予定ではあってんですね。でまあボトムスと言いますか、下とみんな合わせて全身が映って、靴とかも合わせてそれで映ってるので、まあそれにね自分自身もちょっと合わせた感じの色合いでおしゃれをすればいいのかなって思ったりしましたね。で本当にいろいろな子たちとのつながりというのが分かった部分がありまして、実際ねどんな感じなのかっていうのは見てもらった方がいいと思うんですが、それがね非常にエモかったですね。で BE:FIRST と &TEAM が、まあ、最初にいる感じで、そこから話をするということで、そこにあれですね、 GENERATIONS の中塚裕太さんが来まして、で SKY-HI の隣に並び、で BE:FIRST &TEAM の、まあ、いわゆる SKY-HI もそうなので、だから 4人じゃないですね、4チームというか4種類のまあトークセッションで、さらには中継でタイでタイからバリスティックボーイズが途中で参加をするっていう形で、いやエモいですね。実際こう22分で収まるはずもないので、トークの内容がもっとたくさん話をしたと思うんですけどね、一体どういう感じで話をしたか、まあだいたいこの人数を22分ではね、まあどう考えても全員分まんべんなく話すっていうわけにもいかないので、まあおそらくね見てる方の中でこの子にもうちょっとなんか尺が欲しかったな的なこともあるかもしれませんが、まあただねわかんないですから、いずれこのロングバージョンとか出ないとも限らないですからね、まあ放送に載せられない内容もあるかもしれませんが、まあそんな感じでございましたですね。でまずそのダンクのHuluで見てるんですけど、見ていたんですけども、
音楽シーンの垣根をなくすコラボスペシャルって書いてあって、垣根をなくすっていうところに四角で囲ってあるので、まあ、本当にそこの部分っていうのを念頭に置いてやってるんだなっていうことと、あとインタビューで言ってた、例えば誰々と誰々が以前ここでこういうつながりがありましたとか、そういう話自体が日本においてはそれすらがニュースになってしまうとか、あるいはこのエピソードって話しても大丈夫ですかねっていうのが聞かれてしまうような現状、それもなくしていくっていうことなのかもしれませんというか、そうなんだなとね思いました。実際にだからこう以前彼と彼がここで会っていたみたいなエピソードもたくさんあったし、NTEAM のケイ君がいわゆるバリスティックボーイズのとあることを、彼がその韓国に行く前に会ったっていうところもあったりとか、あとそのソータ君とそのバリスティックボーイズの子たちとのつながりだったりとかっていうね、それもあったし、まあ、そのレオ君に関してもね、まあ、レオ君と、ね、NTEAM の BE:FIRST レオ君と NTEAM のユーマ君のつながりっていうのは、実はもうね NTEAM 学園の方でね知っている部分もありましたが、実はユーマ君とスカイハイも以前共演というか、まああれですかね、 ABEX 関連でやっていたということでございまして、素晴らしいなと思います。いろんなところでねつながりがあって、でこれは予告編ですでに上がっていたところで、りょうきくん、まあ、どこでも爪痕を残してくれるなっていうところですけど、ザ・ランページのジンさんのパーティーで高塚さんとジェネレーションズの中塚裕太さんと涼希くんとジュノンくんがそのジンさんのパーティーで一緒になって、もう杯を交わしたって言ってましたが、そこにねジュノンくんいるのいいっすね。まあこのエピソード自体は前どこかで話していたというか、そういうのがあったような気がしたのでね、涼希くん、ジュノンくん、ケミがここでまた見れるというのも BE:FIRST のファンにとっては嬉しいことじゃないかなって思ったりします。あと竜兵くん、 BE:FIRST 竜兵くんと NTEAM 滝くんのように、この間その仲良くなったっていうところの話がありました。まあね結構だからこれから一緒に切磋琢磨していく仲間として、ぜひ仲間になってほしいなって思ったりしますし、アイランドの方でね滝くん見てたし、当然ね、でザ・ファーストで竜兵くん見てましたが、まあ、万年と言いますか、まあ、末っ子の方でございまして、でこうなんていうか、まあその時からのいろいろなその成長具合とか打ち解けているなっていうところとか、そういう部分もありつつで、まあ、エモいですね。アイランド見てた人とザ・ファースト見てた人とはね本当にエモいんじゃないかなって思いますし、エンオーディションもそうですね、まあ、エンオーディションの頃はね滝くんとケイくんとウィジュくんとニコラスくんに関してはねデビューは決まっておりましたがですね、なんかニコラスくんとウィジュくんがね改めてこの、まあ言ってみればね、彼らは外国人なわけだけど日本での、まあ、日本からのそういう活動っていうのを受け入れてくれたのを改めて嬉しいなっていうふうに思うところではありますね。ちなみに自分 Hulu で見ましたけど TVer でも1週間見れるはずなので、まあ今のところ関東ローカル、あでも長崎でも一応テレビで見れるような感じの話だった気もするけれども、 TVer で確か見れるはずなので、そちらの方もチェックをしていただければというふうに思います。Hulu もそうですけど、TVer とかでの視聴回数っていうのも実は結構重要で、今ってテレビの視聴率っていう部分っていうのもあるけど、やっぱりこうどんだけ見逃し配信とかを公式で見たかっていうところもあって、そこの
まあいわゆる結果とかで番組とかの継続とか、じゃあこの番組はそんな見られていないから打ち切りですかねみたいな、そういうのがあると思うので、だから私も Hulu で見ましたけど TVer でもう一回見ようかな、そういうのもあって、ぜひぜひそういう風にしましょうっていうことですね。でやっぱすでにね、ダンクとかもトレンド入りしてまして、あれですね、 DUNK でアンダーバーがない状態でトレンド入りがされておりましたっていうところでございました。まあ今後さらに盛り上がっていくと思いますのでね、楽しみにしていきたいと思いますけども、はい、まあそれぞれのね、どこと誰がつながっていたかっていうのはもう知ってる話もあるでしょうし、初の情報もあると思いますけど、ぜひ皆さんもチェックをしてくださいね。そして追加出演者が発表ということで、まあ皆さん、私もそうだし、皆さんの中でもこう予測していた人たちもいると思うんだけど、ぶっちゃけちょっとここを予測できていなかったですね、私は。5日のダンスショーケース、ダンクショーケースの方の追加出演者が決定で、なんと、レイちゃんです。ね、BMSG のレイコが、5日のショーケースに出演決定というとこで、で、いわゆるそのアイル・ザ・ショータ君も5日に出るっていうところと、アユム・イマズ君も出るっていうところで、実はアユム・イマズ君がインスタライブをやっていて、昨日の夜ね、作業中にたまたま会ったんで声聞きながら作業させていただきましたけど、今アメリカにいるそうです。マサチューセッツにいるそうですね。バリスティックボーイズはタイにいて、でエンティームはね、韓国からのまあ人たちもいて、まあね、今は日本からだけど、で BE:FIRST で言えばソータくんがニュージーランドに行ってて、で4年履いてたエアホースワンスニーカーをニュージーランドに忘れてきたっていうね、なんでっていう話もありましたが、それで言うとダンス初めて踊った時のやつが竜兵くんが松田聖子さんの青い珊瑚礁で踊ったっていう、なんでだろうなみたいな感じの話でしたが、その辺すごいっすよね。まあ竜兵くんも言ってましたが、まあダンス講師の方が松田聖子さん好きだったんじゃないのかなっていうことだと思いますけどね。その方って結構年上なのかな、もしかしたら、わかんないけど、まあそんなことも思いました。でレイちゃんの話ですが、まあいわゆるそのアユム・イマズさん、アイルダ・ショータ君でレイコ、レイちゃん、その男性ソロシーンというか男性ソロシンガーという形で2023年っていうことで、またここがエモいんじゃないかなっていう気がしますね。だから5日の日はなんとなくですけど、こうソロのアーティストとかのそういう部分っていうか、そこも見どころなんだろうなっていう気がしますし、今後も追加の出演者発表されるとして、5日の日はソロの人たちっていうのが増えていく可能性はあるのかなと、はいですね。で私は一応この3日投資券というのを注文しておりますが、実質だいぶ倍率は高いようでございましてね、当たるかどうかね、まあ本当当たんなかったらしょうがないんでね、こればっかりはね。でもなんかね、あれらしいっすよ、プレミアムチケットは今の第一次抽選、第一次先行抽選で3日投資券のやつはもうそこで売り切れちゃう可能性もあるよみたいな感じで公式に書かれてました。まあでも本当に成功取材していただかないとね、この先々もありますから、そういうところもあるんで、それは非常にこう良いことなんじゃないかなって思いますし、レイちゃんもね、いろいろとやっぱりまあミッションもやっておりますので、私たちとしてもレイちゃん頑張れって思ってるところだから、まあそこの部分がね、この段階でね、ダンスショーケース出れるっていうことで、まあ頑張ってるんだなって思いました。まあ実質ね、ツイッターとかでも結構レイちゃんつぶやいてくれてるから頑張っているっていうのは知ってますけど、いやーいいっすね。まあ彼は彼のペースで本当にやっていっていただければ嬉しいなと思いますんで、まあそういう形でぜひ頑張ってもらいたいなっていう気がします。
そういえばあれですね、あのいわゆるそのレイちゃんに関して、あのもしかしたらそのマーゼルよりも先にレイちゃんの情報があるんじゃないかっていう形の話で、その話はそのレイちゃんのデビューとかのそういう話が来るんじゃないかなっていう話でしたが、まあ、デビューというよりはね、あのいわゆるショーケースに出るっていう形での発表でございまして、まあでもね、有明ででかいステージでソロでやるってことになりゃ、まあ、デビューみたいなもんですから、まあエモいっすねっていうことでございます。はい、まあいろいろと情報をね共有させていただきましたが、まあ、今回あえて誰と誰のつながりがっていうので新しく発覚したところは、まあ、そんなに言わないようにしました。 TVer でぜひ見てほしいからね、あ Hulu でもいいけどっていう感じでございました。いやダンク、どんどん楽しみが増えてまいりますね。忙しい部分もあるし、まあ私自身もちょっとね、昨日の夜意外とこうなんていうか自分の中でも悩むことっていうのがあってね、それもありましたが、まあそんなんどうでもいいなとこのバイブスで言ってやろうと思いますわ、って感じです。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておくグランパンパースでした。果てしない空へ帰るまで駆ける日の魂抱き